伝説の絶世の美女をモチーフにしたオリンピア初の CT 機クレオパトラ編。懐かしの4号機時代を当時のエピソードを交えて振り返る俺たちの4号機。今回もベテランライターのアニカツさんをプレゼンテーターにお迎えしお届けしたいと思います。アニカツさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回もですね、歴史に名を刻む懐かしのパチスロ4号機をいろいろと振り返ってみましょう。面白いと思ったらチャンネル登録、そして、高評価ボタンをポチッとお願いいたします。皆さんのね、思い出とかエピソードなんかも、どしどしコメント欄の方に、書き込みよろしくお願いします。早速ですが、今回ははい、老舗名門メーカー、私も大好きな、オリンピアから1998年秋にリリースされた、同社初の CT 機クレオパトラを取り上げてみたいと思います。クレオパトラといえば、絶世の美女として語り継がれる古代エジプトの女王のことですか。そうですね、父プトレマイオス12世の後を継いで、はい、疎いんですけど僕ね、この辺の歴史、古代エジプトを統治し、その美貌をもって、ローマ帝国のカエサルとかね、アントニウスといった、支配者たちをも、虜にしたと伝えられております。まあ本当にね、あの絶世の美女だったかどうかはね、あの研究家たちの間でもね、常に議論の的になっておりますが、まあとりあえずあのそんなことはさておき、本作がねリリースされた当初の、メーカー広告、バン、こちらでございます。はい、大丈夫なのかな、 YouTube 的にね。はい、これね、今見てもね最高ですね。もうセクシーで魅惑的なあのね姿の彼女が描かれていて、世の男たちを、ね、虜にしました。はい、これはこれは魅惑的というか刺激的な広告ですね。いや、もうたまらないですねまあそんな話はさておきですよ。まあでもね、昔はこういったね、あの女性こうセクシー系お色気系の広告宣材ってね、結構多かったんですよね。こちらいろいろ出てると思うんですけども、やっぱね、業界のお偉いさん方ってね、そういうの好きな方多いんですよね。はい、英雄色を好むってところでしょうか。では前置きはこれくらいにして、早速機種の概要からお願いします。はい、ね、まあ、CT 機ということで、ベースとなっているのはビッグ中のジャックゲームが最大2回までの B タイプでございます。役構成はご覧の通りで、ボーナスは、ビッグオンリーとなっておりますね。子役絵柄では15枚役のコブラがひときわ目立っていますが、これは何か意味があるのでしょうか。いい質問ですね。まあ、後ほど詳しくまたね、説明させていただきますが、この15枚役コブラが、CT 中の出玉獲得の要となります。 CT の使用を含めたスペックはいかがだったでしょうか。はい、こちらが、スペックになるんですが、CT は、突入率2分の1ですね、遊戯回数80回、もしくは純増枚数200枚を超えると終了となります。まあ、抜きに出てね、高確率な、設定6のビッグ確率を含め、同ジャンルで最大のヒットとなった、サミーのウルトラマンクラブ3、こちらを強く意識した感じですね。マンクラと同様、本作も最高設定6はエクストラモードといったところでしょうか。そうですね、まあ、平常営業ではまずもってお目にかかれなかったんじゃないでしょうか。はい、こちらがね、導入直後に採取された実践データなんですが、いずれもビッグ出現率からすると、まあ、だいたい設定4から、あって5ぐらいですかね。まあ、ビッグと CT のみっていう、まあ、使用ゆえに、総じて出玉の波は荒く、まあ、ご覧の通り、なんと1517ゲームに及ぶ大ハマりを食らったかと思えば、その後ビッグと CT の連打を繰り返し、まあ、一撃4000枚ですか、大まくりですね。はい、こういうケースもございました。ちなみに当時、新宿歌舞伎町にあった、某 E 店、
はい、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、で、パチスロ必勝ガイドの、おなじみ1週間リレー実践企画91時間バトルをやったんですが、まあね、このいい点 7.6 枚交換という低レートとゆえに、推定設定6の台を幾度となく、ね、積もって、7日間トータルで定まなんと、24,925 枚のプラスという爆裂大勝利を収めております。10日だと50万近いプラスですか。すごいですね。まあ、あの審議のほどはさておき、まあ、定例とゆえに普段から毎日が設定、オール仕事みたいなねことをあの声高らかに歌ってたんですよ、このいい点ね、はい。まあ、まあ91バトやるってことで、まあ、かなりあの力は入れてくれたんじゃないですかね、はい。では出玉獲得の要となる CT の消化手順を含め技術介入要素について紹介をお願いします。はい、まず CT の、突入抽選なんですが、ビッグ終了後に上パネルにあるランプですね、こちらで、抽選、告知される仕組みとなっておりまして、ね、右端のこれブルルルって動くんです、ブルルルってね、チャレンジタイムが点灯するともうズバリ CT 当選となります。CT に突入するとまずは純増枚数が180枚前後に到達するまでひたすら15枚役のコブラを、ダッシュすることになります。 CT 中は第2停止リールが無制御、すなわちビタ止まりとなるんですが、まあ、あのコブラ絵柄はリール幅目いっぱいに、ね、描かれている上に、ご覧の通り右端に、ね、ピンクのアクセントが添えられておりますね。なので目押しはさほど難しくありませんでした。ただし最終リールは、引っ込みがね2コマまでしかないんですよね。なので、まあ、油断は禁物でしたね。純増枚数の把握はどうしたら良いのでしょうか。いい質問ですね。実は本作、CT 開始直後はCT 中であることをアピールするサウンド演出 BGM とか一切ないんです。シーンとしたままゲームが進行するという、ね、非常に寂しい仕様となっていたんですが、180枚を超えると突然すっごい不穏なね、なんとも言えないね、エジプト風の不穏な BGM が流れ出すんですよね。なので音が鳴り始めたら、ね、2枚チェリーと4枚チェリー、まあ、ちょっとシビアですけども目押し、はい、交互にとって、現状維持、そして残りゲーム数が3ゲームになったら、コブラを取って CT を一気に終了させるって感じですか。通常時やビッグ中の定番攻略法はいかがだったでしょうか。はい、まず通常時の DDT 打法ですが、メイン攻略のベルとプラムはいずれも引き込み 100%、要目押しのチェリーやコブラ15枚目ですね、出現率が低いってことでさほど効果は期待できないだろうと思っていたのですが、実戦ではご覧の通り1000円あたり、プラス 1.5 ゲームと、まあ、まずまず見過ごせない、効果を記録いたしました。一方ビッグ中のリプレイ外しは、最初の実戦では対適当打ち比でプラスなんと25枚、なかなかの効果を見せたんですけども、とね、その後再実戦サンプル数を増やしてみたところ、結局ねプラス 12.7 枚、まあ最初の半分程度の増枚数に落ち着いてしまったんですね。まあこれね、おそらくね15枚やコブラ、これはまあまあの確率で出るんですけど、まあこれの引き次第ってことじゃないですか。まあね、はい、まあでも増やせることには違いがないのでやらなきゃ損損とされました。手順はご覧の通りで、ボーナスインを外す際の左リールの目打ちは、2コマの余裕がございますのでさほど難易度は高くありませんでした。続いてゲームを彩る演出について教えてください。はい、ビッグ終了後の、CT 突入、抽選演出に用いられている、上部パネルのランプですね、これ通常時は、チャンス予告演出として活躍します。
ビッグ絵柄の、赤七と棺桶ですね、これ。ビッグ絵柄にしてはなんか地味ですよね、このしましまの棺桶ね。はい、の組み合わせが特定のライン、ご覧のねライン並ぶとランプがねガガガガガって動き出すの、ガガガガガーとか言って、はい、でまあご覧のような、アクションね、4種類、はい、最終的に左端のチャンスが点灯すれば、ビッグ当選が確定となります。リチメなどの出目演出はいかがだったでしょうか。そうですね、あのね、ランプによるねチャンス予告演出を生かすためか、鉄板リーチ目は実は存在しなかったというね、あのね出目がとにかくねもう本当適当な感じでしたね。はい、アニカスさん的にパチスロになって蘇った絶世の美女はどんな印象でしたか。まあそうですね、 CT 機としてはまあスペックはまあ申し分ないです。もうあのマンクラのライバルと言われてねこう出てきたマシンなんで、で CT の消化手順もさほど、煩わしく面倒でもない、まああの使用的にはね悪くないとは思っておりました。はい、でもねいかんせんねさっきも申し上げました通り通常時のゲーム性がもうね、とにかく出目が全くもってつかみどころがない、はい、これはねもう大きなマイナスポイントでしたね。まあそんなわけで、まあ、クレオパトラについてはもうこの辺でいいかなっていう感じなんですけどもね、ちょっとあの尺が、はい、時計ないのに時計見たふりしてるんですよ、ちょいと尺が余っちゃったんで、同時期にあの98年頃ですね、あのオリンピアさんからリリースされたマシン5作、これをねざっくりと紹介しておきましょうか。はい、お願いします。当時のオリンピアといえばポップなキャラクターを前面に押し出したマシンが目立ちましたが、はい、そうなんですよね、他の動画でもまとめて紹介させていただいておりますけども、まあ、当時もう市場のニーズがねもうキャラものに、ね、傾倒していったので、あの積極的にリリースしていましたね、オリンピアさんもね。しかしその一方で、まあ、私個人も含め古くからの、ファンにやっぱオリンピアのマシンはねこういう感じじゃなくちゃっていうね言わしめるようなトラディショナルな、モチーフのマシンもしっかりとねリリースされていたんですね。まずはですね、50年代のアメリカのムードが漂うその名もキャロルクラブ、5と7、2機種ね、色違いですけども、どちらもねあの B キッズクラブ F からの流れを組む完全告知機なんですが、新たに、告知音、これ結構激しい告知になってね、これが、加えられているところが大きなポイントです。機種名末尾の5と7は何か意味があるんですか。はい、もうこれはねズバリ、5の方は透過交換向け、7の方は、7枚交換向け、もう読んで字のごとく交換率に応じてスペックを変えております。さあ続きましてですね、南国のリゾート感が漂う、バハマ、こちらはねあの同社としては、初となる後告知を搭載した、マシンでございます。第3リール停止後にリール窓枠が、例のね赤く染まるという、まあ、あのボーナス確定となるんですけども、まあ後告知ゆえに出目もねあのなかなか充実していて、結構面白いマシンでしたね。まあ、その他、キャロルクラブと同様に50年代のアメリカをモチーフにしたオキスロルート、66-30、それからですね連チャン必至のハイスペックが魅力のダイアナストリートといったマシンがありました。まあ、先にも述べましたがやっぱ個人的にはですね、ポップな、キャラクターものよりもこういったねあの古風な何でしょうか、こうリビングとかね、あとあれですよ、薄暗いバーのねカウンターとかにこう隅に置いてあったらねインテリアとして最高な、まあ、そういうデザインモチーフの、マシンがやっぱオリンピア好きでしたね。ありがとうございました。そんなわけで今回の俺たちの4号機は1998年秋にリリースされたオリンピア初の CT 機クレオパトラと同時期にリリースされたマシン5作をまとめてご紹介しました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の俺たちの4号機もお楽しみに。
さよなら。パチパカ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。